いらっしゃいませ。秋山さん、いらっしゃい。指名してくれてめっちゃ嬉しい。何頼む？はーい。すんません、うちももらって。いただきます。乾杯。乾杯。お疲れ様。何？すんません、貫徹はしてへんけど、あんま寝られへんかったん。始発まで満喫で時間潰すつもりが、いつの間にか寝落ちしてて、そのまま学校行って授業を受けて、そのまま家に帰らず仕事やからな。いや。そうやんな。きっと眠いのはテンション低いせいや。こっからもっと上げてくで。あのさ、そらそうや、アナウンサー目指す言うたら何もお金あっても足りんくらいやわ。アナウンススクールの授業料払わなあかんし、
服や化粧品にも気ぃ使うて自分磨いとかんと。女子アナはルックスも重視されるんやから。そうだよね。そうそう、ここまで貯めたらええっちゅう目標金額があるわけやないから、ちゃっと貯めてちゃっとやめることもできへんのよね。いや、そうやな。東京の会社を受けるとなったら交通費もバカにならへんし、もっと貯めとかんとあかんよね。よっしゃ、ほなもっと気合い入れて稼ごか。そうと決めたら翼授かっとかんと。あのさ、趣味か。最近人間観察にハマってんねん。なるほど。待ち合わせの時とか友達来るまで暇やん。せやから周り見て同じように待ってる人いたら、その相手がどないな人か当てんの。それが当たらん方がおもろいねん。待っとるのが可愛い子やったら普通相手もイケメンやろとか思うやん。そしたらなんであんなんと付き合うてんのみたいなブサメが来たりすんねん。そのギャップがめっちゃおもろいねん。そうそう、あれは絶対縁故や犯罪やって友達と一緒に話したりすんねや。ちょっと待った。なあなあ、秋山さんってお笑い好き？
やっぱり。ん？秋山さんって話もおもろいし、間の取り方も上手やん。せやからきっとお笑いが好きなんちゃうかなって思ってて。そう？お笑い好きな人って話上手で人の話聞くのも上手やない？話下手な人はオチもなくダラダラ喋るし、変なとこでちゃちゃ入れてくるしで最悪や思うわ。なるほど。そうそう、分かってるやん。それじゃあ。そらもう、DVD とかも買うてるもん。へえ。なんでって、おもろいからに決まってるやん。え？他に何が必要な？おもろいもん見てなんかあかんの？ああ。なんかね、笑ってると幸せな気せえへん？お笑い見てると幸せになんねん。芸人さんはほんますごい思うわ。俺もだよ。ほんまに？嬉しいわ。せやんな。芸人の人とかきっと水商売したらすぐに人気出ると思うわ。そうか。この後？もちろんええで。秋山さんのお誘いやったら断れへんもん。秋山さんって女の子見る目厳しそう。めっちゃレベル高い女としか付き合わへん気する。うちはそない厳しいこと言わんて。おもろい人やったらそれでええわ。へえ。おもろい人っちゅんは頭の回転がええ人や。せやから外見にも気を使うし仕事もできる。ほっといてもそれなりの人間になってんねん。なるほど。
せやろ。せやから付き合うならおもろい男に限んねん。うちは相性重視やねん。往来に例えたらボケとツッコミ、そこが合わへんかったら絶対うまくいかへん。それじゃあうちはツッコミ、せやからボケの人とは相性ええねん。あのさ、嘘やん、絶対ツッコミやって。ちょっと待った。ほら、秋山さんやっぱりツッコミやん。あ、うん。まだまだやな。そろそろお時間となりますが。わかりました。秋山さん、そしたらまた後でな。痛いやろ。とりあえず一発殴らせる。大したことないよ。
ゃかっこええやん。ボールが悪かったです。申しません。いらっしゃいませ。Thank you. 嘘じゃない心からの思い。どうしてこんなに胸が苦しいの。そばにいるのが怖い。俺じゃない。Goodbye. ごめんなさいも。Sorry. 引きずるこの気持ちの普通さ。And I'm making fire.この胸のペイン止めすべもない。俺をあざ笑うよ見陰だ。
歌歌ってや。聞いてください。バカみたい、バカみたい子供なのね。夢を追って傷ついて、嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せた。口下手でほんまに不器用なのに、なのにどうしてさよならは言えたの。ダメだね、ダメよ、ダメなのよ。あんたが好きで好きすぎて、ずっと聞いてたかったわ。わかった。ありがとうございました。お腹すいた。疲れてもうたわ。お腹すいた。疲れてもうたわ。ちょっと待て、炙り殺したるわ。しつこいやつだな。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。おいしかった。疲れてもうたわ。ちょっと待て、偉そうに歩くんじゃねえ。やりますかね。Set there.